曲のセレクトポイントは何だったんでしょうか。千葉に帰ってきたってことで帰る、帰るのが一緒。なるほど、ちゃんと意味が、熱い意味が込められてるじゃないですか。今考えました。そうです、もうこの歌はもう18番、19番だったみたいな、そういう感じですか。そういうわけだね。今5秒前に考えました。そうです、まあでも千葉に帰るの歌が、聞こえました。三村井慎二選手です。はい、ありがとうございます。さあ、そしてヤーニングねーって茶野選手がさあね、先にやった方が良かったですね。今はいいですけど。じゃあ茶野選手の30秒、ね、差し上げますので、じゃあ行きましょう。30秒でアピールタイム用意スタート。茶野大輝です。6年ぶりにジェフに戻れて本当に光栄だと思ってます。いつの間にか、チーム最年長になってしまいましたが、まだ33歳です。でも、まあ、なんとかチームに貢献できるように、J1 復帰をできるように、チームのために全力で頑張っていきたいと思いますので、皆さんで J1 に上げましょう。よろしくお願いします。あ、29秒53、今ナンバーワンです。すごいですよ。さすがに33歳、33と輝いて、33番、ね、そして29秒でまとめる。まあ、カエルの歌も良かったですからね。まあでも、どちらにしてもですね、坂田がユニティチームなんですね。ユニティチームなんですね。あ、でも、村井選手、まあ、ユニティチームですけど、今こちらにいるから、JP チームで、さっきのカエルの歌に、じゃあ、ボール2個を加えます。はい。いいパフォーマンスしてくれたので入れます。なんで？なんでだよ、ナナさん。じゃあ、こっちは、まあ、33歳なんで、3つ。まあいいや、まあそれはね、後ほどまたね、増えることになりますね。はい、さあ、ということでね、この2人、やっぱり千葉に帰ってきた2人、ね、ぜひぜひ熱い応援、そしてもうチームの力になってくれること間違いなしですので、ぜひとも熱い応援よろしくお願いしたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。